今日も始まりました。せーの、囲碁 YouTube。 ごきげんようじ、おはようじ、囲碁 YouTube 員の近藤陽次です。そして今日の囲碁 YouTube 員はこちら、囲碁 YouTube 員の広川つむぎです。よろしくお願いします。美容師 YouTuber の翔平と申します。よろしくお願いします。おはこんばんは皆さん、どうもミッキーです。囲碁 YouTube へようこそ。今日はこちら代々木公園に来ております。今日はね、なんかね、おしゃピクみたいなことをやるらしく。おしゃピク、おしゃピク初めて聞きます、ね、こちらですね、コンビニ、ダイソーで揃えるおしゃピク。女子高生の間ではコンビニなどで買ったものを公園で食べることをピクニックと呼び流行ってるらしい、コンビニ飯と100均商品でおしゃれに盛り付けた写真を撮ることがインスタなどで流行ってる。今日は部員みんなでおしゃれに盛り付けをしてみてくださいということで。なるほど。というわけで今日はね、おしゃピクをやっていきたいと思います。頑張るぞ。おお。はい、というわけでこちらの場所に着きました。イエーイ。はい、こんな感じでダイソーで購入したおしゃれな、まあ、雑貨というかピクニック用品を並べてみたので、これを使ってみんなでおしゃピクを撮っていこうということで、なんか気になるのありますか？これとかインスタですか？これね、そうだね、ここにジュース入れて飲むやつ、かわいい。でもなんか普通の白のやつとかじゃなくて、こうピンクとかね、ブルーとか夏っぽい。早速じゃあおしゃピクしていきましょうか。やってみましょう。はい、ピクニックっぽい。で、この上にさらになんかこういう風にライン的な感じで色をつけて、どれがいい？あ、じゃあこれで、出来上がったものがこっちだったか。そうですね、そうですね。そういうことです。ちょっと、ちょっと、いや、遊び心あるでしょ、ここら辺に。これね、ウィゴ YouTube すぐこういうことするから、ほんとに大人がすぐこういうことするから。で、ここにね、サンドイッチを入れていきましょう。つむぎちゃんはじゃあ、おしゃれなサラダを作ってもらおうかな。これに翔平くんはいいですね、なんかお題出される方が。デザート行こうか。デザート、デザート一番女子っぽい、はい、デザートを頑張ってください。一番難しい、押し付けられるようなね。完成。おしゃれピクニック、略しておしゃピク、うん、いい感じじゃない？結構何やかんやね、いい感じですね、うん、おしゃれになった、いい感じに、はい、いいね。はい、じゃあというわけでちょっと食べていきましょう、はい、どうですか、なんかこの感じは。俺的にはね、結構いいと思う。ふめくんも、つむぎちゃんも、ミッキーちゃんも何やかんやいい仕事をしてくれました、ね。こういう感じで皆さんもぜひ真似してみてもらったらいかがでしょうかと思います。というわけでですね、今回皆さんでこうおしゃピクをしてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか？難しかったですけど、うん、でもこうなんだろう、みんな一緒になってね、こうなんか作るっていうのすごい楽しかったです、うん、楽しいね。普段ないんで、うん、僕これから やってくれますか？いいと思う。ミキちゃんは、いや、まあ、友達とやる機会があったらちょっとやろうかなと思いました、ね。え、つむぎちゃんはどうだった？私は、まあ、ピクニック自体が初めてだったので、うんうん、今度は友達と一から手作りして会いたいです、ね。うん、あ、そっか、手作りして。例えばタコさんウインナーは入りますか？入ります。あ、よし、オッケー、参加します。すごい重要なんです。そう、大事、重要です。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。 Thank you.